心と体、つなぐもの戦士の黎明に挑戦です。はっきり言って苦しいですね。何のまだまだ攻略の手立てはあります。ニャンピューターに頼らないといけないですが猫本は使いません。簡単に入手できませんからね。さあ行きますか地獄の中に。ではゴー。夕日の映える中今日も今日とてお金を稼ぐ。目処が立つまで倍速ゴー。頑張って働き猫のレベルを8まで上げて大型も出してお金もその状態で上限まで貯めます。むちゃくちゃな条件ですね。ある程度進んだらニャンピュータ放置したいのでどうしても準備は手を抜くことができないんです。ドラゴンで対抗してますがいいのですか？ないものねだりなので簡単にはウルルンは出せません。俺の拳がうなるでワンツー。さあ皆さんご一緒に。こいつにてこずっていますが簡単には負けるつもりはありません。倒す端からどんどん出てきますね。ですがおかげで溜まるものは溜まりつつあります。大型を出した状態でこの資金の潤沢さ、長い戦いに備えるため4分近く耐えました。ほんと、地味なところで頑張りますね。猫本は特別なアイテムですから、いよいよです。ブンブンブン、ブブブブブン、ブブ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 ン、ブンブンブン、ブブブブブン。霊夢さん、こいつ歌ってません。いつもブンブンしてるから頭がおかしくなったのでしょう。黙れ。楽しいブンブンタイムだ。できるだけモンスターに送ってブンブンしてやる。私といたしましては迷惑なのでカットしちゃいましょうか。ブンそんな。まあそんなことはさておき苦戦するので倍速します。しかしブンブンには毎回苦戦させられますね。おかげでニャンピュータ使わないといけませんからね。ブンブン、ムーコとウルルン倒したぞ。不思議なんですよね。何がです？ドラゴンの方が体力高いのでしょうがどうして射程の長いムートとウルルンが先にやられるんでしょうか。まあ第二陣も来ましたしこれで決めましょう。すでにニャンピュータ任せなので壁が薄いってこともないのですがどうしてもブンブンにブンブンされちゃうんですよね。攻撃受けるなら先にドラゴンの方だと言いたいのでしょうが現実にドラゴンは生き残っていますから原因は不明です。疑問は残りますが私の嫌いな敵トップ10入りのブンブンさん、君は必要ありません。手間かけさせないでください。ブンそんな。ブンまたまたやられた。さあ時間にして8分かかりましたがこの戦いニャンコ軍団の勝利です。もう決まっているのですか。こちらは絶え間なく攻撃薬をどんどん出していきます。さすがの星にもここまでならアイテムに頼ればなんとかなりますね。連日攻略や編集してると手が痛いんですよ。まあ動画をどこまで短く編集するかってのもジレンマなんですけどね。できれば脳倍速したいですがそれだと見ている皆さんに負担がかかるので。勝利ー。ブンブン一体倒すのに時間がかかりました。これからに多様なことが続きますがどこまでも課金攻略できるか楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。